ケイスケとシャイロだー、どうぞガチャマン。あいや、なんか今日いい企画な雰囲気が出てるんです。突撃隣の晩御飯。ほら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 、あるんじゃないの、なんかいいことがやってまいりました。 S4R のニュー企画、今日から第1弾が始動するわけなんですけども、はい、突撃隣の晩御飯わかりますよね。わかりますよ。あの米助さんが一般の家庭にインターホンをして、今日の晩御飯何ですかと言って食べさせてもらう企画なんですけど、今回はそれをね、僕たちがやろうと思いまして、ただ僕たち一般人のお宅に行くのはさすがにできないんで、そうですね、僕たちがやる突撃隣の晩御飯は YouTuber のみに限定します。おお、新しいよ。いいね。だからこちらの企画、女性クリエイターに絡む機会が増えるんじゃないかと。体の向きが、なるほど。君は天才だね。ガチャマだけ自宅待機。そう、だから例えばですけど、今まで絡んだことのないね、僕たちが可愛い可愛い言ってる女性のクリエイターのところに行くのもこの企画を通せばできるわけですよ。普段ね、コラボ女性の方とはやっぱしにくいじゃないですか。僕らのネタに合わせていただくのはちょっと失礼なんで、こういう企画だったらね、よっぽど料理が下手な人じゃない限り多分全員了承してくれるんですよ。確かに、うん、ちなみに全員この企画、誰のお家行きたいとかある？はい、那須ほほみちゃんです。早い。これはもちろんニコちゃん。おー、ニコちゃんの突撃。いや、ちょっと待って、俺言わせて、その前に。なんでそのニコちゃんの話になると熱くなるんだよ。ほんまに想像して。ガチャンと開きます。そうやけど、別にそりゃそうやろ。ニコちゃんの手料理想像して、温かそうじゃない？ごま塩おにぎり出てきそう。俺もナスホコミちゃんよ。俺意外にもね、カスコーヌちゃんとこ行ってみたいな。なんて、あれカスコーヌネウ、あれネウってやん、俺ずっとヌーってやん。いや、カスコーヌやな。カスコーヌネウで、ヒロト。俺はね、ヘラヘラのマリナちゃん。あーもんね、あるんですよ、突撃してる動画が。うん、ありますね。めちゃくちゃおもろいだろ。で、なんかいつもなんて言ったらいいんだろうね、素朴だという濁してるよ。素朴だというか、キッチンでね、やってるから、ちょっとそれ体感してみたいな。なるほどね。というわけだ。またんかい、俺はどこ行ったい。え、いいの？いるよ。誰だよ、誰だよ。おるよ、ジェニーちゃん。あーあー、ほうは本当にやんですけみたいな感じ。どういうこと、どういうこと、どういうこと。シャモジ持ってさ、一滴や一人で。これさ、今女性クリエイター言ったけど、男性クリエイターでもいけるわけですよ。俺めっちゃもうガチやけど、気まぐれクック金子さん。うわ、最高じゃん。もうやっぱ YouTuber って、特に男は自分なりの料理作ることが多いと思うから、夜中とかね、そういうのを振る舞ってもらうのはありなんですけど、今回第1弾ということで、僕がアポ取ってきました。あら、はい、取ってまいり、もっとガチヤマの反応だとぞ。じゃあ、わかった。じゃあ、まずメンバー決めようか。行くメンバー。あ、そうだ。今回は3人です。僕はちょっとこの企画考えたっていうのもあって、ちょっとこれからのどう映したらいいかっていう例を今回見せようと思うので、うん、今回僕はちょっと強制的に一発目、はい、一発目参加させてもらいます。ちなみにめっちゃめちゃ可愛いです。マジで。しかもめちゃめちゃ人気。え、リアルブレイキングダウンやんで。ブレイキングダウンで勝負を決めない。なんで。我こそだって人。手がちっちゃいやん、もう。何、なんかお前嫁おるからってなんか遠慮入ってるやん。いや、そう、一瞬シュンって言った。ダメ、嫁って。次からあの一番元気よく挙手した人にしよう。おっしゃ。じゃ、今日はこの前列3人でいこうかな。よっしゃー。ということで、今回伺わせていただく女性クリエイターのお家は、バンバンザイルナちゃんのお家でーす。ルナちゃんは今やもうね、人気急上昇中ですし、で最近20歳を迎えましたから、はい、インスタグラムフォローも100万人突破しましたよ。あー、すげえなー。俺持って、え、ボーちゃんがいるじゃん。バンちゃんや、ほんまや。シバ、シバいる。シバは、シバは、そう、シバとシバはやんな。だけど女の人の家いくら久々じゃん。え、誰んちだよ。ニコちゃんち。ニコちゃんち。俺もニコちゃんちかも。行ったことないかも。え、女性クリエイターの家は俺もない。女性クリエイターがないってこと。女性クリエイターの家がない。俺もない。俺もない。俺もない。なんで。あやちゃん、あやの家行った。行ってるやん。あやちゃん行ってる。あ、行ってるわ。え、俺あやないわ。あや行きたい。やだよ。あやもいいやん。はい、ということで、ずっと喋るんでこの人たちは。また外かもいいじゃん。ええか。じゃあ行くで。早速この前3人で今日はルナちゃんのお家に向かいたいと思います。しゃー。映って
はい、ということで、ルナちゃんのお家の付近まで来ましたー。よいしょ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 。ちなみにルナちゃんにどういう料理作ってほしい？俺なんかとんかつとかがいいな。俺はじゃあ土手焼き。ああ、いいや。ああいいね。まあでもね、何でも多分僕らバカ舌ですから。そうだね、何でもうまいって言うんやろうけど、うん、じゃあ行きますか。はい、行きましょう。ルナちゃんのお家です。いい匂いする。うわ、えぐい匂いするやん。めちゃめちゃいい匂いするぞ。お邪魔しやすー。お邪魔しまーす。やばい、違和感ですね。ルナちゃんのお家は合法です。おお、すごいすごい。すごいすごい。ちゃんとしつけてるやん。ちゃんとなんか今日ルナちゃんなんか緊張してる。え、マジで緊張する、真剣に。なんでだろう。だって、プライベートにも好きよ。ごめんね、急に。お前、ありがとう、ルナちゃん。こう今日はね、ルナちゃんのお家に突撃、隣の晩御飯ですよ。隣の晩御飯っていう番組知らない。やばいっしょ。やばすぎ。それはやばいっしょ。突撃隣の晩御飯っていうのは、はい、家に押しかけて晩御飯作ってくださいっていう企画です。なるほどね。ルナちゃんね、ちょっと20歳になったばっかなんで、手料理を振る舞ってもらいたいなっていう動画を。その代わり、うん、これとも知らんよ、ルナご飯で落としてきたこと5回ぐらいある。5回もあるの？5回もあるの？じゃあ逆にカメラ切れた後知らんよ。手料理はちなみに結構振る舞う方ですか？彼氏とかができたら振る舞ってたことは多かった。あ、多かった。そうなんや。なんか得意料理なんかはあったりする？卵焼きちゃう。あ、卵焼き。あら、まあ、料理の基本って言われてる。卵焼き。さて、ちょっと今日は出てくるのでしょうか？本当にやめて。緊張させるような。ガチの方で緊張してた。ということで今日はルナちゃんの美味しい美味しいご飯をごちそうになりたいと思います。イエーイ。じゃあもう早速作っていただけるんですか？はい、作ります。なのでここに行ってください。ここにいますね、じゃあ、はい、ということでキッチンではルナちゃんが料理を始めてくれていますが、男どもはそんなルナちゃんには興味を示さずに、じゃあまず坊ちゃんを食べて。いやいやいや、ルナ本当に来られるとマジで嫌なの。そう、ルナちゃんの都合によりキッチンはもうあんま映さへん。あ、プライベートのものとかあるから。はいはいはい、うん、後ろ姿がかわいい。かわいい。かわいい。お前どっちにフォーカスしてんの？見てください、これルナちゃんのワンコ。なんていう名前？坊ちゃん。坊ちゃん。坊ちゃん、坊ちゃんこっち向いて。こっち、こっち、坊ちゃん、こっち向いて。あー、かわいい。坊ちゃん、ここ。坊ちゃん、坊ちゃん。こんなガチヤマ見れませんよ、皆さん。ペットの時しか。もう、ついちゃってんじゃん。お前の気持ちいいとこどこだ？はい、首下。はい、気持ちいいね。ここも好きか、お前は。なんだ、ほら。あー、動いてない、動いてない。止まっちゃって、この。さあ、ということで。見て、俺の後ろで女の人が料理作ってくれてる。よくない、この。キモい。なんか照れ隠し。何喜んでんの？キモい。え、シンプルさ、3人はさ、いつ彼女できそうな？結婚はいつできそう？結婚。まあ別に俺ルナちゃんがオッケーしてくれればいつでもって。まあ俺もルナちゃんがオッケーしてくれたらいつでもオッケーよ。え、ていうか昨日オッケーって言ってくれたよね。あれ誰が嘘ついてる、これ？全員。ちょっと。そう、でもルナちゃんが俺らにタメ口じゃない、俺らがオッケー出してるからやからね。うん、そうやで。コメント欄でさ、この前一件だけ来てたよ、ルナちゃんがタメ口なんて。僕たちがオッケー出してますから嬉しい。タメ口の方が距離縮まるしな、うん、でもさ、やっぱさ、ルナちゃんもさ、昔から作ってたの、料理は。昔から作ってた。え、10人兄弟の一番上、女の子だ。長女だよね、だから要は男の人がいるんだ。男4人は名前当てていい？上から、ガクト。ほら、真剣に当てたらマジで今日言うこと聞いてあげる。うっそ。ひろき。ほらガチで狙いに行ってるよ。何？女の人数のやつ。当たぼうよ。翔太。おる。うわー。言うこと聞いて。言うこと聞いて。あざす。さあ、そんなこんなで話してたルナちゃんがせっせと作ってくれてます。もうちょっとでできる。やったー。やっぱ男性ファンが見たいがチラ見せね。ここから男性の皆さんにサービスタイムですよ。はい、ルナちゃんが作って卵焼きを取ろうと。え、でもルナ付き合ってもそうやねんけど、料理してるところを見られるのめっちゃ嫌いやねん。ねえ、いいじゃん。やめましょう。見て、こっちからガチヤマさんの顔、そのままバラーでいいや、これアンチ来そう。なんかさ、エロじじいが来てるみたい。確かに。事務所怒らないかな。お前出ていけ。お疲れ。またな。あ、止まる止まる止まる。お前なんかいつもそれぐらい張り切ってくれへんかな、撮影。全然やで。綺麗やるわ。ちょっとルナちゃん撮られるの嫌やから。うん、もうでもできるんで待ってて。
はい、ちょっとね、料理今したいと思います。はい、できました。はい、やった。うわ、ありがとう。え、これ一人一個バージョン。やった。ガチうまそう。待って、ほんまに腹減ってるから、ほんまにうまそうに。いや、マジでやばい。さあ、ということで、ルナちゃんがこんなにも料理を振る舞ってくれました。これは本気出したとかじゃなくてさ、いつも大体作るときはこれ。ルナがパッと作ってって言われて作る。すげえ。パなんや。ルナちゃん、今日の献立紹介してもらっていいですか。お母さんがよく作ってたご飯。すげえ。じゃあ、一つ一つちょっと見ていきますか。次は豚汁ですか。はい、豚汁と豆腐、冷ややっこ、卵焼き、これですよね、気になる。これが主食やろ。うん、開けていい。はい、いくで。せーの、せーで。どうか。ムニエルじゃない。やば。めっちゃうまそう。やばい。これ一発目のこれはちょっとあなたすげえプレッシャー与えてるよこれ。ていうか、あんな時間でこんなパッてできるんだね。手際良すぎてびっくり。これはやばいわ。じゃあ食べていいですか、ラナちゃん。はい。今度ないで。ないな。ないよ。企画じゃないの、無理やで。これいい企画だよな。いい企画やわ。ルナちゃんありがとう。マジでありがとう。じゃあ食べていい。食べてもいい。ルナ様、ルナ様、ルナ様、いただきます。いただきます。いただきます。いや、俺じゃ味噌汁からいって、いただきます。ベリーグッドマン。うまい。マジでうまい。いただきます。はい、マジでうまいわこれ。うん、うげえ。いただきます。うまっ。あー、やだ。やだ。うちのおかんよりうまいよこれ。そう。マジマジ、俺今までいっぱい前かもね。これお母さんから教わったの。中学の時にルナが作ってたけど、めっちゃまずいって言われた男に、うん、で勉強した。すごっ。これご飯とおかわりあります。あります。ダイエット中やけどね。では僕ムニエル食べていいですか。うわー、俺卵焼きじゃいくわ。いただきます。やばい。なんでうまい。いただきます。なるほどさ。あ、うまっ。ルナ基本味薄いやつ。俺これちょうどいい。マジでうまい。ちょっと作り方って教えてくんね。ご用意する。卵焼きいただきます。はい。なんかお母さんになったみたい。なんかさ、久々の手料理だ。感動するわ。なんかホッとするってこれだよね。やっぱ手料理ってうまいな。マジでうまい。いや、もうずっとウーバー食べてる。ずっとウーバー。普段はルナちゃんは月どれぐらいで自炊するの。え、でも最近マジしてなかった。してないんや。あ、そうなんだ。夏前ぐらいとかまではちょっとしてたけど、企画で大食いとかあるから、あ、食べられなくて。冷ややっこもこれちゃんと生姜とネギとカツオ節。カツオやんな。生姜体にいい。体のことまで心配してくれますよ、ルナちゃんを彼女にしたら。おじいちゃん扱いですか。ありがとうございます。アラサのおじさんですからね。え、でも本当にあの、いい意味で今26でしたっけ。見えない。何歳に見える。岸くんとかと同い年ぐらい。あ、マジで。それは嬉しい。見た目もそうだけど、うんうん、みんな若い。それは嬉しいな、この年になって言ってもらえるのは。え、ルナちゃん、これはほんまにうまいわ。お世辞抜きで嬉しい。え、今日のさ、このメンバーはさ、どうやって決まった？とりあえず今日第一弾から企画考えたのは俺やから、俺とりあえず一人確定で、で、行きたい人って言って一番異性が良かった二人がこの人です。あ、そうなんや。はい、もっち良かった、来て、マジ良かった。どうですか。うわ、半分ぐらいですか。お願いします。はい、卵焼きラストいただきます。なんかマヨネーズまでうまく感じてる。月一で来ていい？え、でも本当に仲良くなりたいなと思うけど。ほんまに？今日泊まろうか。やだ。でも相当ルナちゃんもう俺らと仲良くない。え、一番 YouTuber さんに仲いいのマスターやって、うん、やるのがエスコさんしか。マジで？嬉しい。ルナちゃん女性クリエイターとかじゃ誰と遊ぶの？あのリセともよっていうダイエットの子があるんだけど、その子とサウナ行ったりとか。あとはでもミオちゃんとか最近。ミオちゃんとため？ため、うん。いや、なんで緊張するの？確かにルナちゃん緊張してんだよ。初めてだからさ、個人で会うのが。ゆうたくんとコラボしたやんか。うん、その時も来ないの。あ、そう。そう、なんかバンバンザイのルナと全然違うの、ね、よ。ゆうたもじゃあ緊張してたんちゃう。してたんだ。でもさ、YouTuber の人ってさ、彼女できてもさ、ご飯大変じゃない？いきなり企画入ると思う。確かに。分かってくれる人やったらいいけど、分かんない人多いじゃん。作ったのに。作ったのにってないから。ルナちゃんが思うかっこいい YouTuber1 位誰。かっこいい YouTuber1 位。動画で言ってたよね。それでもな、コロコロ変わるんですよ。あ、そう。ほんまにコロコロ変わるんです。そんだけはかっこよく見えたとかあるけど、いざとなったらまた変わったりするけど。かっこいいか。でもずっとプルタンさんはかっこいいと思ってないけど、でもあのモーリー、うんうん、モーリー兄弟のお兄ちゃんはかっこいいなと思って。へー。なんかかっこいいっていうかオーラ。へー。全部が見せ方が上手。あ、そうなんや。行動も全部。ハン君のマジ違う。え？でもな、エスポさんみんなさ、距離の縮め方めっちゃ上手いっていうか、本当に尊敬する。なんか初対面から壁がないの。でも俺はそれルナちゃんにも同じこと思うけどな。そうそう、一
一番初対面でルナちゃん絡みやすかったの。ルナちゃんこういうなんか友達感覚で来てくれるからめちゃめちゃ接しやすかったの最初から。そうだね、でも最近怒られるけど。そうだ、ルナ結構あのお兄ちゃんおったからさ、ずっとに、うん、上の人にもすぐタメ口にプンとなっちゃう、うん、え、俺は絶対その方がいいと思う、うん、だからコメント欄で怒られる、ほっといていいと思う。でも気にしないでおこうかなと。なんかあったらいいや、エスコに戦ってください。俺マジ先陣切ろう。特攻隊長、うん、俺総長、ケイスケが特攻隊長の第一部隊、連絡隊長。お前絶対端っこやろ。俺応援だ。いや、ひろとくんが一番強いと思う。ひろと泣きながら、うわーとか行くぞ。でもあいつ応援してるやつ、マイコに入ってるから。てか、これが毎日出てくると思ったら幸せ。彼女欲しいっていうか、ルナちゃんが欲しい。もうそのまんま、うん、ルナちゃん一日貸し出し券。え、でもあの、お金くれるな。いくら ?5万。全然払うで。いや、嘘嘘。いや、まだお金ある。ある。豚汁豚汁。豚汁あるよ。ダメっす。逆にあの、残ったら。ご飯もちょっともらっちゃおうかな。本当に食べれる？食べれる。ご飯ちょっとあるから、はい、なくしていいじゃん。あと豚汁やったらある。豚汁食べます。ルナちゃんごちそうさま。はい、持ってきますね。ごちそうさまです。大丈夫これ俺ら叩かれない？こんな幸せな企画やって叩かれそうな気がしてきた。いや叩かれない。やっぱさ俺らってさ痛がったり苦しんでるのがさエスポみたいなのあるやん。ちょっとこれちょっと幸せすぎ。だから痛い思いしてるからたまにはこういうのいいでしょ。確かに確かに。フォロワー100万人超えの女の子のご飯振る舞ってもらえるってなかなかなくない？しかも家で YouTuber お前映ってない。はい、ということで改めましてルナちゃん本当にごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃうまかった。見てこのお腹、足がこう体育座りできない。これマジで動画撮ってるからとかじゃなくて2022年で食べたご飯の中で一番美味しかった気がする。2022年ご飯ランキング第21位と見せかけて1位だよ。そう、俺らやっぱさ手料理食うことないからさ、食うとしたらハンくんの唐揚げとかやん。あ、そうそう、手料理で食うの。ちょっとそのなんかやめて妥協してるみたいな。え、でもハンくんの唐揚げも美味しいでしょ。美味しいねんけどやっぱね、男感あるよな。そう、やし、もうなんかずっと食べてるから。そうそうそう、久々になんか女の人の料理って感じがして。わかる、めっちゃ家庭感、健康ある感あるよ。うん、マジで完璧やった。本当にあれ過去一だったね。ということでめちゃめちゃ忙しいルナちゃんのお家にお邪魔させていただきました。すいません、ありがとうございます。本当にありがとう。いや、なんでルナちゃんまたこれで俺らいつでも走れるんで。いや、そうだよね。まだ誕生日お祝いもしてもらってないし。いや、でも俺もお祝いしてもらってないな。俺も知ってもらってないの。いや、でもそれは気持ちあるのは一番にお祝いした。じゃあ俺らなんか誕生日プレゼントはね、うん、今度持ってくるわ。うん、そうです。ということで、はい、改めましてルナちゃん本当にごちそうさまでした。ありがとうございました。次回はどのクリエイターのお家に行くか分かんないんですけど、どのクリエイターの家に行ってほしいとかあればコメントで書いて、僕たちがそれで連絡取って OK が出たら行きたいと思うので、皆さんもコメント欄にどしどし誰の家に行ってほしいか書いてください。男の人でも大丈夫ですからね。例えば義士に手料理振る舞ってもらって。いい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 いらない。義士は料理はできるん。女の子を落とす料理みたいなんだけど、それはなんかアサリの酒蒸しみたいな。あー、やってるなあいつ。あれ大体ストーリーあげてるとこ多分女の子は。あ、そうだよ。ということで概要欄にはねルナちゃんの個人チャンネルとバンバンザイチャンネル貼ってるので、皆さんぜひ動画見に行ってみてください。はい、はい、ということでルナちゃん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、ごちそうさま。また次回の突撃晩御飯でお会いしましょう。バイバーイ。 See you next time。くすぐりかますいたずらんだ、大阪埼玉石川ライフェンセンの YouTuber、 ヤバすぎて食らうからチャンネル登録する。いや発射 GO エスポワールドライブ、時代を変えるために今アクションやげよう。12345動画再生数急上昇、難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動、折れない心を持つのがマスト、エスポワールのインパクト。